皆さんこんにちは。2023年6月の20日、今日もフィリピンパラワン島のプエルトプリンセサの自宅からお送りしています。ちょっと今日はね、曇り空ですけど、晴れるかな。この後、今まで日が差してたんですけれども、今ね、まだ朝と言っていい時間です。で、今日も一ついただいているメールを読んでいきます。僕になんかアドバイスみたいな感じだったのかな。ちょっとメール読んできます。はじめまして。先週誠さんのチャンネルに出会い、特に建築関係の動画に興味を持って拝見しました。ありがとうございます。今整備されている土地ですが、近々家を建てる計画だと思いますが、その建築費のことで私の経験をお話しします。はい。私は今現在千葉県に住んでおりますが、来年初めのフィリピン移住を目指して、去年の年末からラグナで一戸建てを建てました、日本ではごく一般的な住宅で、それほど贅沢でないものでも坪あたり60万円ぐらいはかかります。1平米あたりに換算すると18万円ちょっとになります。今のレートでペソに換算すると約7万3000ペソぐらいになります。誠さんの動画の中で、家の建築費が1平方メートルあたり約2万5000ペソから1平方メートルあたり広い家で約2万5000ペソから普通のサイズで3万ペソと言われていましたね。1平米あたりね。今はフィリピンでも建築資材が高騰しています。私が建てた家は70平米の家でしたが、それほど贅沢な仕様だとは思いませんが、1平米あたり5万ペソ前後はかかりました。土地を除いた家の総額で350万ペソ、塀やゲートなども入れると全体の建築費で400万ペソというところでした。今は千葉で妻と一緒に暮らしておりましたが、家の建築が始まる時から妻はフィリピンに戻り、家族と現場監督をしておりました。頼んだ大工も親戚なので安心して任せることができました。参考までにお話ししました。頑張ってください。応援しています。というね、メールをいただきました。ご心配ありがとうございます。すごいですね。1平米あたり5万ペソ。ね、ちょっと何て言ったらいいんだろう。動画何本か見ていただいたと思いますけれども、せっかくね、こうやってちょっと注意した方がいいよってアドバイスいただいたんですけれども、もうぶっちゃけて話しますけど、あなたやられちゃってますから、1平米あたりね、5万ペソ、普通のうちでね、かかんないです。どう考えても。70平米のうちだと、結構ね、建材なんかもいいものを使っても、1平米あたり3万ペソでね、十分です。できちゃいます。はい。で、70平米、土地がね、どのぐらいの広さかわからないけど、平屋門などで、だから50ペソ、それ、あ、50万ペソかかってるってことでしょ？どのぐらいだろう。だから、300平米以上はある。300から400平米ぐらい、350平米ぐらいの土地をぐるっと一周ね、本当に全部。4辺を囲うような塀を作ったら50万ペソぐらいっていうのもわかるけれど、例えば200平米ぐらいしかないような土地の塀で50万ペソって言ったら、それもやられちゃってます。気分悪くされると思うけれども、ご自分のね、奥様とその家族が現場監督をしっかりして、しかも頼んだ大工が親戚で、だから親戚家族一同って結構ね、この全部の400万ペソを、このメールいただいた方が出したってことですよね。で、400万ペソのうちに、土地が200平米ぐらいの、まあ普通の、ちょっと余裕のあるうちって感じで、
しまった。70平米でしょ。平米あたりが3万ペソとして210万ペソ。平が30万、210万ペソの、まあ、200。全部で、僕の下だと250万ペソですね。建築の資材とかそういうの僕はきちっとチェックしてやってますし、最近では仲間のね、飯島さんだなんていう方が、うちを建ててるんですけど、その時もいくらだったなんて聞いて、ああ、そんなもんなのねっていうふうに聞いてるんで、まあ、パンデミック前よりはね、随分上がりました。特に鉄筋と木材が、値段がかなり上がったんですけれども、上がったっていう試算で言っても、普通にこうコンクリートでね、きっちり作って、70平米のうちだと、まあ、300万ペソあれば、普通に楽にできます。210万ペソで楽にできます。だから、どう考えても、塀だ、フェンスだ、内だって入れても250万ペソかな。だから、150万ペソぐらいは、奥さんとご家族と親戚の大工さんと、まあみんなで多分食べてしまったのではないかと僕は想像します。せっかくね、アドバイスって送ってきていただいたんですけど、僕他の動画でもですね、そういう、うちの建築でやられちゃったケースっていうのをいくつか出してるのありますんで、そういうのをご覧ください。あ、先週から見ていただいてるってから、まだポツポツとしかね、ご覧いただいてないと思いますけれども、ご自分は日本に、千葉にいらしたわけですよね。うん。だ日本の建築費と比べると、まあ、それでも安いと思ったのかな。日本だと坪あたり60万円ぐらいで1平米あたりで、ペソ計算だと7万3000ペソぐらい。うん。日本の建築と比べるとね、建築の仕方も全然違うけど、価格だけで比べるといいもん作っても、まだまだ日本の一般的な住宅の半額以下でできますんで、なんでかって、資材は確かに上がってます。しかし人件費が安いわけですよ。普通の大工だと大体今ね、600ペソぐらいなんですね、日当が。日本で大工さん雇うとどうかしたら、もうこれ最低ラインで今2万円じゃないですか。で、それがね、3ヶ月も、あるいは4ヶ月も何人も雇って仕事をしてもらうとなったら、人件費がかなりの部分を占めるんで、だから資材の値段が日本とフィリピンと同じだとしても、その人件費の部分でドーンと差がつくんですね。だから1平米あたりね、5万ペソかかっちゃったっていうのは、まあ親戚一同食べさせてあげてたと思って、もうでも経ってますよね。年末からやってるってことだから、今更文句言っても遅いんで、うん。あ、もし僕が言ってることを疑うんだったらね、何日かかった、何人区だったんだとか、鉄筋いくらだったとか、ブロックいくらだったとかね、そういうのを当然分かってるはずなんで、やろうと思えば細かくやれば計算できますよ。屋根材がいくらかかったのとか。でももう、だからもうできてるわけですね、うちが。そこで楽しく暮らせればいいんじゃないでしょうか。まあね、うちの建築っていろいろあって、大工も、日当計算でやると、やっぱり仕事をあんまりテキパキと終わらさない方がね、長期間その日当がもらえるっていうんで、監督がいないとね、まあ非常に作業が遅くなったりとか、いろいろありますからね。親戚が、大工さんが親戚だったっていうんで、まあいろいろ甘えがあって、手より口の方が動いてたとか、そういうこともあるんじゃないかな、なんてちょっと思いますね。いやでも高すぎます。正直言って高すぎます。平米あたり5万ペソっていうのは、はい。ですね。あとはだからまたね、あ、まあでも家具とかも買ってんのかな。ちなみに家具の値段ってざっと言うと、ローカルの人が、木工作業とかね、これ今僕が座ってるのは竹で作った東屋ですけど、そういうものを作らすとね、妙に器用だったりするんですね。フィリピンのその職人さんたち。
で、そういう、なんていうのかな、そのデパートで売ってるようなベッドとかそういうんじゃなくて、職人が自分で木で切って削って穴開けて作ったベッドなんかだと、大体ベッドフレーム自体がね、5000ペソぐらいでいろんなのが買えますから、60インチの本当ね、ワイドダブルなんていうのでも、まあ5000ペソあるいは6000ペソ、デザインがすごいいいのなんていう、そういうんでもね、7000ペソぐらいで買えますから、でももう全部買っちゃったかな、家具なんかも。ちなみにね、安くて驚いたのは、この竹でこういうにできてる応接セット。っていうと聞こえるけど、まあ応接セットかな。3人掛けの長椅子が1つ。で、2人掛けの椅子が1つ。それから1人掛けのね、こう肘掛け付きのチェアですね。全部バンブーですよ。竹ですよ。1人掛けが2つ。だから椅子だけが、椅子だけで4つですね。1人掛け、2人掛けで3人掛けが1つ。それと、センターテーブルがついて3500ペソですからね。びっくりしちゃった。今もうそれうち使わなくなって、3人掛けのやつはね、もうだいぶ前に買ったんだやつなんだけど、このうち立ってからちょっとして、これもういらないねって言って、マリアの実家の方に持ってってね、実家の方で使ってますけれども、まあ、とにかくそういう手作りのものってね、結構安いんですね。鍵となるのがやっぱり人件費なんですよ。それが、申し訳ないぐらい安いんで、で特にこの材料でいうと竹っていうのがね、ものすごく安いんです。フィリピンでは。で、材木っていうのは高くなってます。ただ、竹っていうのはね、あっちこっちに竹林があるんで、そういうところから切り出してきて売るっていうのを制御としてやってる人がね、結構いるんで、竹。まあだからね、本当に、節約して建てるじゃね、バンブーハウスって、もう全部竹で建てちゃいますからね。これ今いるところ、これがね、バンブーの、まあ、窪なんですけど、ちょっと横に振って見せますけど、まあこう、こんな感じでね、できてて、僕が座ってるところももちろんバンブーで、これ、3辺がこう座れるようになってて、で、1辺入り口で、まあ、こういうドアがついててって感じなんですけど、これがいくらだったんだろう。3万ペソぐらいかな。屋根をね、変えてもらったんです。かやぶきみたいな屋根がベースなんですね。それだと2万5千ペソだったのかな。で、ちょっと仕様を変えて、屋根も、まあ、トタンっていうかね、トタンの波板じゃなくて、もうちょっとマシなやつに変えてもらって、で、デリバリー、設置まで全部込みで3万ペソだったんですけれども、こんなバンブーでね、ワンベッドルームのバンブーハウスも売ってたんですよ。6万5千ペソだったかな。ベッドルームがね、畳で言えば3畳間ぐらいな感じ。で、ちょっとしたベッドもね、もう全部竹でできてるんですよね。で、窓もあったかな。で、出たところに畳1畳分ぐらいの一応テラスがあって、1畳ってことはないか、もうちょっとあるかな。そういうのがついてて、6万5千ペソ、そんなもんだったかな。で、売ってるんですね。竹のうち、6万5千ペソで住めちゃううちが買えるっていう、全部竹でね。まあ、キッチンとかトイレとか、まあ別個なんだけど、そんなのまでね、竹で作ったこの囲いで、まあ一応ショールームみたいにありましたけどね。安くやろうと思えばね、いくらでもできるんですけど、まあ今日はね、そのうちの値段のことで僕が、その、なんていうのかな、建築費を安く見積もりすぎてるんじゃないかっていうようなことでアドバイスでしたね。はい。十分にね、調査しております。で、ちょっと過去の動画、その建築関係のもいっぱい出てると思うんで、ちょっとそういうのをね、ご覧ください。ショック受けちゃうかもしれないけど。はい。今日はこんな建築関係のかかるお金のことでね、お話しました。今日この辺で失礼します。